新冠肺炎在全球爆发，大家都要适应抗疫新生活。日本男星阿部宽最近就拍摄一个以时下新生活做主题的广告。在广告里，阿部宽虽然是演艺家之主，但因为追不上时代的科技，不时闹出笑话，是一位比较乌龙的爸爸。今回の CM はニューノーマル、新たな生活様式を表しています。今のこのニューノーマルな、そういう生活を戸惑いながら、一生懸命頑張ってるその父親の役。それで、まあ娘の思春期にも、動じながら、楽しく、まあ家族のその面白さ、コミカルさみたいなのを出せればいいなと思ってやってました。やっぱりニューノーマルの中のそのツールに慣れてなくて、まあちょっと、まあアナログな感じのパパなんでしょうね。それと、まあ娘の思春期に戸惑っていると、それでちょっと可愛らしい、まあパパなんじゃないかなと思ってやりました。相隔一年，再和新晋女星永濑丽子饰演父女，阿部宽也大赞对方成熟了。久しぶりに会ったんですけど、相変わらず明るくて元気でね。それで、まあ少し大人っぽくなったのかな。今日のこの CM はなんか。奥さんもそうだし、奥さんの青山さんもそうだし、ね、娘の永瀬さんもそうだし、そういう明るい女性に囲まれて楽しかったです。阿部宽的父母年事已高，所以在疫情之下，他也很担心父母的身体状况。幸好父母都没有受到影响。而随着抗疫生活越长，阿部宽的心态也越来越正面。まずは体調管理、精神管理ですね。長丁場でしたから、それとあとはまあ最初のうちはいろいろ戸惑いましたけども、その中に慣れてくるとその生活の中にもいろんな発見ができる、こういう機会っていうのはもう一生のうちもうこういうチャンスはほとんどないだろうと、ではそういう意味でいいふうに捉えて、新しくなんか自分がどうやってものを考えていくか生活していくか先々のことをいろいろ考えましたし、これはすごくいい時間だったんでね。このコロナのあれが終わっても、まあ、そこは一つ財産として今後に生かしていければと思います。